はい、どうもこんにちは、カーネルです。さあ、今回で一応ね、今現状出てるサブミッションは全て終わるという感じになるかな。で、7月末にね、ダウンロードコンテンツが来るわけなんだけど、そのダウンロードコンテンツで、そのサブミッションという形で、ミッションが追加されるのかどうかちょっとわからないんで、もしかしたらね、ちょっと前に、追加された配信ミッションみたいな感じで、ね、そういう体で、追加されるのかちょっとわからないんだけど、ちょっとその辺がわからないんで、今回、サブミッション編最後とはちょっと言えないんだけど、とりあえず今出てるサブミッションは、とりあえず今回で終了になりますかね。はい、ということで、早速やっていくんだけど、とりあえずこれからでいいかな。タイプ変者かな。今回はね、推奨レベル低い順からやっていこうって感じですかね。前田刑事という男があなたを探している。いつだっけ、なんか一途屋の時に出てたよね。またさと一緒になんか、敵を倒した時だったかな。前田刑事と会えばいいのかな、とりあえずね。はい、行きましょうか。さあ、やってきましたね。なんかオレンジ色の点がマップについてるんで、多分そこに前田刑事がいるんかね。いるじゃん。秀千代さん、久しぶりだな。お久しぶりですね。近くに来てるって聞いたからさ、一緒にあやかし退治でもと思ってな。なるほど、前田刑事と一緒に戦うって感じか。前初めて会った時は結局ね、あんた来てくれたんだ、じゃあ任せるわみたいな感じで投げやりさ、されたったんだよね。でも今回は一緒に戦うよという感じですね。めんどくさいな初手からそんなめんどくさいやつと相手するのか。とりあえずあれ相手なら別にそんな簡単には死なないでしょ。でもあれ倒さないとダメっぽいっすね。上から出てきましたね。これはあるかな。とりあえず上のやつらもやっつけて、あれどこ行ったんだ。降りたんか。降りちゃったっぽいですね。で、行ったあそこに、打ち込んでるやつがいるから、やれよということだね。ちょっとエビがあれしてたね、今ね。何してんだよ、お前、そんなところでよ。2体出てきたね。しかもこんなとこにもおんじゃん。当たってない。危ねえな、お前。とりあえずね、彼に任せておきましょう、一体は。うまいこと当てれると、やっぱりこの技強いよね。一体問題。前田刑事、役立ってるのですね。ただのおとりとしてしか役に立ってないな。大丈夫か、お前。とりあえずこれで、ここはあれですね。大丈夫っぽいね。ローの鍵ゲットしましたね。ってことはこれあれか。これこの温泉があるルートから今の上のとこ行けるんだけど、そこにどうやら行かないといけなかったっぽいね。ちょっと結局これ戻れねえからな。また戻らなきゃいけないんだよな。鍵の、この辺で使うんだね。ってことは、もしかして、先に進むには必要ないものだったかもしれないね。もしかしたらだけど。さあ、中間ですね。やっぱりあれだね。
あの鍵の束は必要なかったね。おそらくだけど。この先なんか使うような場所があるとはちょっと思えないから。ここで終点っぽいかな。うん。さあ、前田刑事を役に立ってもらうと。うわ、めんどくせえな。これはめんどくさいね。あいつ潜る前にやれなかったね。あれ全然食らってねえじゃねえかお前。あれもデスローリングあれだよな、多分カウンターできないと殺されるんだよね。ああ、硬くねこいつ、なんかやったらかっこいいな。前だけ？そんなわけねえよな。いってぇ！痛いよマジで。ちょっと待って、あの遠距離から打ち込んでくるバカをまずやんないとね。やった？まだやってないね。まあさすがにやれねえか。全然ダメージ食らわせれてねえじゃんかお前。しかもやられやがってよ。ねえ、ああこれが最後かな。まあ、とりあえずそっち分かったと。ただ抑えといてくれればいいんで。しかもお前またやられると思うの。早いって、早いってはやられんの。あーやばい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 、本当にやばい、本当にやばい。助けてくれ。ちょっとお前マジ何してたんだよお前。役に立たないにも程があるだろうお前。俺も強くなった。え、どこが？どうだい？俺と戦ってみないかい？あ、最後あんたと戦うっていう感じなのか。なるほど。自分速攻で頭ぶち込んでよろしいか？ダメなんかい？そうかい。それなら何もせず切られるってのかい？いやいや意味がわかんねえよ。意味がわかんねえよ。ああ、かかってこいよ。実力を隠していたというのか。さっきは適当にやっといて、ここになって本気で戦うっていうのもちょっとなんかなかなか変な話だよな。なあ相田刑事よ。クソ雑魚だったな。今まで戦ってきたこの人型ボスで一番弱かったんじゃないかってくらい弱かったなお前。さすがだよ。まったく俺もまだまだだ。はい、修行して出直してきてください。さあ、お次はこれですね。漂白の匠でいいのかな。あー、何、おじいちゃんが旅から帰ってくるって言ってるけど、あれおじいちゃんって死んだんじゃなかったっけ。あれどうだったっけ。なんかあれだよね、最初の方のメインミッションだからなんかおじいちゃんがどうこうみたいな話あったけど、あれどうだったっけ。ちょっと忘れちゃったんだけど、まあとりあえず行ってみましょうか。さあやってきましたね。あれ、このステージ知らないぞ。ここに来てまた新しいステージか。珍しいね。一応これ終盤のあのミッションなんだけどね、サブミッションなんだけど、まずはここに来てまたね、こういった知らないステージが来るとはね。ん？なんだこれ。あ、はい、この埴輪みたいなやつ、こうやって炎を出してきたりするんだ。なんか珍しい罠ですね。あとこのステージなんか広いんだけど、普通になんか結構広いわ。
敵もなんかすげえいるし、なかなかこのステージは広そうで大変ですね。さあこの扉は鍵がかかってるって言われてますね。ってことはこの扉の鍵を探さないといけないのかな。ったく毒のやつもあるんだね。ただこの先が正規ルートかな。なんかそんな感じしますね。あー、これだけ結構作り込まれてるってことはなんかあれだよな、昔前作の仁王にもあったステージなのかな。まあ、ただ中間ですね。まあまだ奥があるって感じか。でもまだね、あのさっきあった鍵で開ける扉を開けてないので、まあ、多分あそこが最後なんだろうね。でこの先はどうどっかわかんないところに鍵がある感じでいいのかな。本当にさぐるっとするよな。あーこの辺のヤトラップも健在なんだね。まあ、こうやって取ると当たらないんだけど。チッバレバレだろお前。ちっとお前バレないように努力しろお前。えい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 。急にお前何お前。何で食ったのお前。なんか今日全然俺周り見えてないね今日。やばいな。なんかいつも以上になんか周り見えてないね。結構あの周り見えてないんだよ自分。なんだっけ今日はなんかすごい見えてねえわ。やべえな。うわでっかいやつもいんのかよこの。デカグモはいいって。デカグモ強いからよ。本当に強いんだよ、デカグモ。回復もそこなんのでかいよね。うん、本当にね、やばい。やったじゃあ気持ち悪い画面で終わらせんだ、お前。気持ち悪い画面で終わらせんじゃない。うん、なんか上にいますね。あ、降りてこいよ。あ、俺見えてないから多分降りてこないんだろうな。いや、この見えないやつ結構便利だね。ただこのこれ見えないやつ足音は消せないらしいんで、この猫ありき、この左のやつ、これも一緒に平行に使わないとあんまり効果がないっていうね。この2つ使って初めてまあステルスになるっていう、まあそういう感じですね。あ、結構怖い顔してんなお前な。さあ、なんか順調にそれらしき部屋来ましたね。もう何にも考えずずっと一本道で来たんで、多分まだ行くとこあるんだよね、行ける場所。まあとりあえずそれは後に行くとして。あ、お前かよ。ただ普通に死にかけてきたらな、何とも言えねえけど。またお前かよ。結構出ますね君ね。さっさと買ってくれ。これだけかな多分。ん？あ、この人かな、じいさんっての。あれ、ちょっと待って、終わっちゃったよ。終わっちゃったよ。あの扉の鍵って何だったんだろう。まあ多分俺寄り道せずずっとこのまま、まあなんかね、分かれ道あったんだよ、いろいろと。多分その分かれ道をずーっとひたすら正規ルートで来てたから、こうやって多分来ちゃったんだろうな。マジかよ。もう少し寝かせてくれんかな。あれ、こんな人、これがあの、鍛冶屋の、何、じいさんなの？なぬ？トヨが心配しているとな。
さてはお主が文にあった秀の字とやらか。はい、そうです。だんまりとは怖いの。ああ、主人公なんで喋れないですよ。豊のところへ連れて行っとくれ。ああ、普通にじいさん生きてましたね。俺何を勘違いしたんだろうな。さあ、お次はこれですね。槍のまたさってことはあいつが出てくるんだろうけど、もういっぺん勝負してくれと。まあ前も結構ね苦戦したからね、こいつに関しては。まあ、槍使い結構苦手なんだよね。まあ前田慶じゃなく速攻で倒せたけど。はい、ということで、まあ、こういつはちょっとどうなるかわからんけど、やってみましょうか。さあ、やっていけましたね。まあ毎度のごとく例のない、例の意味のないガップをかけて、まあまあ顔面をぶち込むところ、ちょっと待って、顔面をぶち込むところまでがテンプレですね。まあ、まあ、押し掛けるのもテンプレだね。ああ、そうだった、こいつ簡単あるんだっけ。こいつは強いよな、純粋に槍使いとして昼間にしよう。でもマタサの装備って結構軽装備なんだよね、実は。まあ、だから実際やる、あれだからね、ひるんではいるから実際。くっそ、普通に攻撃してこいや。くっそ、刑事みたいなあれだな、簡単には勝たせてくれなそうです。弾いてなかった時って何回死んだんだっけ。1回は死んだよな、確実に。確か1回で勝った記憶ねえから。クソな、ヒロインちゃんについてが強いんだよな。しかも急に動きも良くなるしね。あー、それ結局避けれず終わったんだよな俺。あー、そっか、体力減るとあんな感じであれだよね、突っ込んでくるな。お前どんだけスタミナなんだよお前。スタミナありすぎだろお前。いや今の動きとかあれだよね、なんか槍使いらしい動きで、槍をふんだんに使ってやってるよ、なんでそんな俺褒めてんのって感じだけど。でもあの動きって結局普通に槍自分に使おうと思ってできるのかね、あの辺の槍使ってのステップみたいなやつとか。あ、これはできるのは知ってるんだけど、しかもダメージでっかいな。あ、ちょっと距離足りなかったね。これ強いな、その3回殴るの。くっそ、マジ強いな。これマジ避けれないんだけど、どうやって避けるんですかこれ。下手にガードもできないしな。しゃ、手加減お願いします。あー、結局いってくそ、あともうちょっとなんだけどな。やっぱこいつ強いな。はあ、強かったね、さすが。さすがマタサだぜ。俺の槍が、ちくしょう。それは自分の息子のこと言ってるんですか。突然の下ネタね。あ、これで終わりか。さあ、これでね、夢二編は最後のサブミッションになりますね。姉妹の夢かな。あ、お国さんとの、同行ミッションですね。あたいと似た舞を披露する娘を、なんとかなくで見たって噂。いなくなったあの子じゃないかって、よくわからんな。よくわからんけど、まあ、とりあえず、お手伝いしましょうか。さあ、やってきましたね。ここあれか、ボスラッシュがあったステージか。
構ないんだよな。だからちょっと大変なんだけどね。これこっちはなんかあんのかこれ。普通に下とかはいけるけど。ああでも下に行くのが正解なのかもしかして。これ掛け軸みたいなの入ってあのボス戦が始まるけど、今回はそういうのじゃないのかもしれないね。いやでもなんか普通に戦えそうだけど。まあ いやとりあえず話しましょうか。また来てくれたのね。恩に着るよ。それにしてもこのお屋敷、太后様も趣味が悪いのね。あ、趣味悪いって言われてますよ、藤吉郎。こんなべっぴんさんにお前趣味悪いって言われたらちょっともう割り立て。ああでもこれあれか、おさかべ姫が出てくるステージだっけ、ここ。自分の妻だって言ってたと言ってたあの妖怪のやつが出てくるステージだったっけ。あれ下のやつ一体何だったんだろう。あ、別に行ってえな。2発食らってこれかよ。あーそっか、今まああれないのか、1回ゲージ溜まってないのか。あー厄介だな。あこれこっちは青色じゃねえな。そう、青色の鬼が強いんだよね。最近だってようやく色が違うことが分かったっていうね。やりっていうか、なんだっけあれ、二刀マンとか鎖持ってるやつは青色の鬼なんだよね。これ青色の鬼じゃないんだけど、こういう斧とか、あと普通に刀とかのやつは、まあ普通の赤色の鬼なんだよね。最近だってようやく知るって。で、お前が最後だ。起きれねえんだって。クソ、出たな。出たな、もう。クソ。お前かよ。下道兵じゃないじゃん。ちょっと強いやつじゃん。ちょっと押さえといてください。ちょっとあいつマジずるいよな。普通遠距離も戦えてさ、接近戦も強いとかってなかなかえぐいと思うんですけどね。自分やっぱ軽くつけや。まあ一応最後から2番目の勝負あれだからね。なんでそんなお手そんな強いんすか。まあぶっちゃけ本編もこんな感じでやってたから、まああんまりあれだけどね。さあまあ当然上に行くのが正解だよね。じゃあ下のやつは何なんだろうね。ちょっと行ってみるか。さあ下の方の階段はどうやら温泉だけ歌ったっぽいですね。まあ、この温泉に入れますよっていうそういう感じだったわ。まあ敵がね、ここにいた敵が鎖使いだったからなかなかきつかったけど。さあ、気を取り直してね、上の方やっていきましょうか。これ結構長かった記憶あるんだけどな。どうやったかな。ちょっと久々なんでね、久々っていうかいってこのステージも長らくやってないからね、どういう感じになってるか覚えてないんだけど。おあ、そういえばさ、ここに確かね、まあ、かき軸っていうか、まあ、絵みたいのがあったとこが全部撤廃されてるね。さっきのとこもそういえば撤廃されてたね。まあ、とりあえずまたなんか出てくるっぽいから。さ、今回何が出るのかな。あ、めんどくさいの。この3本目がめんどくさいから、まずこっちからな。こっちは動きを遅くされるんで、さすがにね、動きを遅くされる攻撃だと厄介なんで、あと足のは柔らかいっていうのもあるね。今回はうまいこと、妖怪技がヒットしたからよかったけど。
すぐ入ったもんね。あっねえ、お前か鎖野郎。ただなんかバージョン出てきそうなんだけどな。やっぱ出てきたね。あの人出てきたね。まあでも体力弱いからな。お前が出てきたところでなって感じはあるんだけど。まあまあまあ、まず負けないあれだよね。さあ、社があるんだけど、まだ敵が出てきそうだね。あ、ここが最後のあれって感じかな。まあ、大丈夫、マガジンユーザーはあれだね、なんとかしてあの後ろの部分を破壊できるといいかもね。てか、破壊しないときつい。実際問題。あの後ろの部分を破壊するとね、攻撃の手数が減るから。クソ厄介だな、逃げやがったな。あっぶね。場合によってはあれ死んでたな。お前だけか、絶対お前だけじゃないよね。絶対お前だけじゃねえよな。早く2体出てこいよ。あー、マガッツの武者かよ。だって俺ここで負けるわけはいかないから。まあ、負けてもいいんだけど、割とすぐ戻ってくるから簡単に。よし、なんとかマガッツ武者を倒したから、あとはお前だけだ。つい、え、お前また、お前結局また耐えてくんの。これ多分あれだよね、中間でまた生えてきましたよって感じで。あっぷりな、お前ちょっと突き離れただけですぐちょっと打ってくるのやめてくださいよ。あいつこれ地味に大術だからダメージでかいんだよね。そこがやばいよね。ただの銃じゃねえからな。さあ、ここ先たちがボス部屋だよね。さあ何が出てくるのか。はあ、お前が出てくるのか。お前も結構戦うな。これ何回目だ。でも言うて3回目くらいか。ああ、こいつはそんなに強くねえからな。ああ、油断すると一気に持ってかれるけど。お姉さん大丈夫か。あと何にもしてないぞ今のところ。あとうまいこと車輪にダメージ与えられるとでかいんだけどね。かなり入るからね。ちょっと、もうやられたんですか。ちょっと早いって。あとこれダフがめんどくせえんだよな、こいつは。ちょ、とりあえずあれはちゃんと破壊しといて、破壊でいいのか。表現がちょっと違う気もしなくもないけど。これ結局なんかあれなんだよな、回避したら結局なんか炎ダメージみたいなのが入っちゃってるんだよな。まあもうそろそろ終わりそうですね。ただタツのあれを倒すのあれだな、結構得意だな俺な。簡単に倒せます。あれタイミングしっかり合わないと割とあれなんだけどね。はい、終了と。やっぱあんまりお前は強くねえな。うん、あ、かんざしゲットしましたね。これを渡せばいいのかな。何、渡す、渡さないって、ない、ない、これ渡さないって選択肢。別に渡すでしょ。これは間違いない。あの子の、バカな子。また手伝ってくれてありがとね。
なんかお知り合いのものなんかね、ちょっとわからないけど。さあ、これでね、一応今出てるサブミッションは最後になりますね。まあ、章は変わってね、まあ、一応最終章の残章編に、まあ、一つサブミッションがあるということで、希望の夜明けということで、ウィリアムの息子の行方がつかめる。ああ、やっぱエンディングの前に、なんかムービー流れた時に出た、半蔵と一緒にいた子供は、やっぱウィリアムの子供だったっぽいっすね。はい、ということで、まあ、息子を探せってことらしいので、まあ、探しに行きましょうか。It's been a while. Well, it's good to have you on my side. Going after me is one thing, but those cowards went for Joseph. ああ、ジョゼフっていう名前なんだね、息子ね。で、ウィリアムと一緒に同行というミッションだね。ああ、早速あれだね。これなんか見たことあるね。見たことあるっていうか、なんか、テラのステージがあれだよね。あ、前作のラス、裏ボスがいたステージによく似てんだよね。射的かてえな。うわ、こんなとこに曲がってみたとか配置しとくなよ、お前。めちゃくちゃ攻めだろ、ここ。曲がってみたって本当に範囲も広いからさ、攻撃の。だからいや、ちょっとマジで。だ例えばこうやって同行してるときにさ、別のやつ狙ってるのにさ、自分が当たっちゃうみたいなこともあるよね。いや、危なかった。カウンター入らなかったな。いやー、これ見るとちょっと嫌な思いがあるな。そうね、こっから鬼とかバンバン出てきたからね、前作はね。あとあれか、ラスボスのあれ、ラスボスのクローみたいなやつがね、まあ、その裏ボスのステージに、まあ、出てきてて、それが強かったんだよね。 裏ボスより強かったからね、実際。あー、ちょっとちょ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 、行ったりして回転するのやめてくれませんか。で、お前が確かにそんな軽く出ないんだから。まあ、これで終わりとは思えないけど。ああ、やったろ、おりな、お前な。まあ、赤色の鬼だけマシか。あ、こいつ一番さ、あ、ダメージ入ってそうだったけど、なんか、全然入ってなかったね。逆にもう一体の方の方がダメージ入ったのは、ちょっと消せなかったけど。あ、これ上に行くのか、それともさっきの、どこ行くのが正解なのか。こんなに上あるんだね、これ。あ、ここあれじゃん。ここあれってことは、どうなんだこれ。 扉開けて終わりなのかな、ちょっとわかんねえな。まあ、開けてみましょうか。いや、なんだっけ、一回さ、なんか、すぐ終わっちゃったみたいな、寄り道のせいですぐ終わっちゃったみたいな、あれがあったから、ちょっと怖かったんだけど、大丈夫そうだね。さあ、これどこが、あ、何、ああ、こんなところに敵いたのか。だよ、そのまま落ちていってきな。まあ、でもあいつ死んではなさそうだね。まあ、この高さならやられねえか。ああ、とりあえず下に降りるしかなさそうだね。あ、でもこっちの方はいけるな。ああ、ここもこうやって出てくるパターンの人だったんだ。ああ、全然当たってないね。
そう、うまいこと当たるときと当たるときがあるな。やっぱ難しいね。くそ、お前いいとこだけお前取りやがったろ。お前な、礼拝堂の鍵、あーなんかこのステージなんかあれだよね、なんか広いステージあったよね。なるほど、ここ行かないと、まあそこの鍵は開けれませんでしたよってことだったんだね。ってことはあとはもうそこに向かえば終わりって感じか。さあ、おそらく鍵はここで使うんでしょうね。まあここが終点だよな。うん、いやめんどくせえ。これでなんかやれないかなと思ったらやれなかったね。出てえなあ、おい天狗のくせえによ。やばいな、やばい、うわくそ、あいつあいつもやられてしまったのがきつかったな。さあとりあえずあの下道兵2体とこいつをどうやって突破するかだけど、どうしようかね。マジだるいぞこれ。いって横断抜きで強いな。ちょっと待って、カラスティングがドヤ顔で俺のこと狙ってくるからな。しかもダメージでっかいし、痛い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 、やめてください。お前の相手はあの下道兵とかっていうやつやってるからだからな。ちょっとたっぷりして相手しちゃうから、あ今俺の当たってなかったの。よし今回はやれそうだな。やれそうだなって言ったら死ぬから。うわマジかよ、こんなやつも出てくんのかよ、やらしいですね。こいつは結構デカブツだから当たるかなと思ったけど当たんなかったね。くそ、お前だけしか当たんなかったな。お前まだもうやられてんのか、お前早いって、早い早い、せっかく攻撃チャンスなのよあれ。さあ終わってくれよ、あべ初めて使ったなこのすねこすり野郎の技。あこれダメージ食らうまで永遠にやってこがれるんだね。へえ、あお前が最後か、そうかそうか。あでもウィリアムもね、このボスとはちょっと因縁があるよね実際さ。前作のね一番最初に戦ったボスだからさ、ちょっと戦ったボスではあるから、そういう感じでなんかもうめんどくさいから妖怪化しちゃってるけど、多分しない方が良かったな。あちょっとすごいなんかふわふわしてんな俺、いろいろとなんかハンナとかすごい適当じゃない、雑じゃない、なんだろうね、なんか今日すごいふわふわするんだよな。あこれここまで来たらこいつだけになってくれるんだね。まあ進化したね、進化設計になってんね。普通あの最初から戻されてもおかしくなかったんだけどね。ちょお前早いってマジ死ぬのやられるの早すぎだってお前。さあもう終わりですよ、よーし、なんで俺やられたんださっき。ん？これがあれか、お前の息子か、なんか寝てるけど寝ちゃってますけど。
Thank you. I'm grateful to you. 前の息子、肝座りすぎだろ。The ship that brought me here was named Love. さあ、まさかのムービーが入りましたね。But I had no love for this land. It was full of death and demons.I saw how in the midst of battle, she learned what the samurai fight. How they bring love to a desolate land. She inherited the spirit of the samurai. And with it came hope. そういや、ウィリアムの妻は、あれかな、前作のヒロインみたいな人でいいのかな。なんかすごいなんかエッチな女の子がいたんだけど、あーなるほど、これ確かその女の子が使ってた守護霊だったはず。うん、さあ、最後に手に入れた守護霊見ましょうか。これだね。ギョクトってなんかそういう名前かっこいいな。うんでもあのウサギなんだよねで、人タイプか、なるほど。で、あれだね、なんか回復系のスキルが、たんまり、あれですね、ついてますね。まあ、回復量アップだったりとか、まあ、戦薬が消費されないとか、あとはまあ、使用時に気力回復、まあ、気力系とか、まあ、サポート系のスキルが、まあ、ついてるって感じですかね。ただ、この戦薬が消費されないスキル、結構発動するの、だるくないかこれ技と忍が46必要って結構必要だぞこれ。うんはい、といった感じでね、まあ、とりあえず今回で、サブミッションは全て終了といった感じですかね。まあ、最初にも言ったんだけど、まあ、ダウンロードコンテンツで、まあ、サブミッションという形でね、まあ、ミッションが追加される可能性はあるので、まあ今回最後とはちょっと言えないんだけど、まあ、とりあえず一応終わったということで、終わった手でしておきましょうか。で、とりあえず次回はこの辺の配信ミッション、まあ、最近ね、アップデートで追加されたミッションをとりあえずやろうかな。この4つね。うん。はい、といった感じで、とりあえず今回はこれで終わります。さよなら。